やっと中に入っていきますけれども、それは建物に入る前にそのこの建築はどういう建築家だろうということをその見る人、体験する人に考えてもらう時間なんですね。lähestulkoon kenessä tahansa pohjoismaisessa arkkitehdissä näkee japanilaisia piirteitä. Alvar Aallolla Korsvulla, myös Gunnar Asplundilla. 伝統的なあの日本の建築はその外と中との世界が非常に曖昧に区切られているということですね。そのような関係をもう一度その現代建築においてどのようにこう作り出せるかということに僕はすごく関心があるんですね。アーキテクトはよ、い、い、長い時間はインテレスであるですね。この日本の建築の歴史を、これは、これは、これは、i den moderna estetiken som gärna uttrycker sig med enkla medel. ここでは、この皆さんがもうすでに見られたような雑然としたこの東京のこの一角で雑然としたというのは悪い意味としてとってはいなくて、非常にエキサイティングな風景として私は考えていますが、Flexibiliteten i det japanske hus var jo veldig spennende, for et japansk hus har jo i grunn ingen definisjon av hvor du skal sitte. Det må du selv definere. 私たちの現代のハイテクを使いながら、しかしその背景にですね、目に見えない日本の伝統を